はーいお疲れ様です元三つですす今回のお話なんですけどこちらの記事ですね「胸中激白ってやっていないと最初から言ってるのに全然信じてもらえなかったいなり司を万引きしたとして5人逮捕された女性が苦しい胸の内を明かすっていうことであるスーパーでですね、えー、お客さんの人がいなり司を万引きしたというふうにね警察に差し出されたわけなんですけど実際 まあ、万引きしてなかったらしいんですよねただそのために交流3日間ぐらいね拘束されてしまうっていうようなそんなお話なんですよね3日間も一体どんな調べしてたんだよっていうことで警察やスーパーがふざけんなよっていうふうにね批判殺到してるというようなお話ですねまあそしてこれがネットで援助してどのスーパーなんだとかどの警察官がこんなえ5人逮捕やったんだとかえ特定作業まで進んでい 嫌がらせ行為とかもされてるみたいなんで、今回その件についてね、見ていこうかなと思います。元光のチャンネルでは、時事ニュース系のことを話していきますので、いいねと思ったら、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ということで、まずこちらの記事で何があったかを見ていこうと思うんですけど、滋賀県大見八幡市内のスーパーで、稲荷寿司、一パック 約300円を万引きしたとして74歳の女性が5人逮捕された事件ということでおばあちゃんが5人逮捕されたよって警察のミスで80時間以上も身柄を拘束された女性が ABC テレビの取材に応じ心に深い傷を負った後涙ながらに当時を振り返りましたということで80時間も身柄拘束されてたみたいなんですよね13日午前11時過ぎ近江八幡市のスーパーの関係者から女性がいない 稲荷寿司を万引きししたたとと通報がありましたと駆けつけた警察官がすでに店の関係者から事情を聞かれていた女性のカバンに稲荷寿司があるのを確認し窃盗容疑で現行犯逮捕しましたっていうことでお,お前が万引きしたんだなっていうことで、ね、そのまま現行犯逮捕されてしかし女性はやっていません知り合いの人に買ってもらったと容疑を否認ということであくまでやってないと言ってたわけですね。でその後の後 で、稲荷寿司を女性に手渡したという男性が見つかり、また店の在庫数と販売数を照らし合わせても矛盾がなかったため、警察は一転して窃盗はなかったと判断し、逮捕から3日後の16日夜に女性を釈放しました。っていうことですいません。間違ってました。逮捕っていうことで釈放されたわけなんですけど、まあ、ここだよね。えー、そのこの稲荷寿司をこの女性にあげたという男性が見つかったということと。在庫数 と販売数を照らし合わせて矛盾がなかった、まあ、つまり取られていなかったという数値的な、ね、証拠も出てきたということで遮光してるんですけどこれ調べるのにさ3日もかかんのかっていうことで話題になってるわけですね。 さすがに、このおばあちゃんを3日も交流させるにしては、あまりにもずさんすぎるね、操作方法なんじゃないのかなって思っちゃいますけどね、店の在庫数と販売数になって、もうその否認してる時に、これがね、数値的なデータだよってすぐ出せるようなレベルじゃないですか。もしくは防犯カメラの映像だとか、稲荷寿司が売ってるそこのね、カメラ見るだけでもわかると思うんですよね。 まあそんなことのために3日間も考慮してたのは、さすがにスーパーと警察、ひどすぎるだろうって炎上しちゃってるんですよね。逮捕してからの拘束時間は実に82時間に及んだということです。5人逮捕された女性が18日、ABC テレビの取材で苦しい胸の内を明かしたって、やっていないと最初から言ってるのに全然信じてもらえなかった。女性は目に涙を溜めて話しましたと。 そして女性によると、この日、店内で稲荷寿司をくれたのは、普段から近くのバス停などで見かける名前も知らない年上の男性だったといいますと。 あなるほど。店内で稲荷寿司をもらったんだね。まあ確かにこの状況だと怪しさ自体はあるとは思うんですけど、突然警察署に連れて行かれた女性は、男性をよく見かけるバス停の名前を刑事に告げ、そこに行って調べてほしいと訴えました。しかしということで、5人逮捕された女性は、それなのに全然話を聞いてくれなかった。バス停に行ったらもっと早く分かったはずなのにっていうふうにね、言ってて、その後、稲荷寿司を渡した男性が見つかりましたが、女性は釈放 されるまでの3日間は孤独でたまらなかったと打ち明けますということでまあ確かに紛らわしいことをしちゃってるこの女性も問題はあると思うんですけど3日間はさすがにやりすぎじゃねえって思っちゃいますよねまあおそらくこの女性の住所とかもうわかってるでしょうし盗まれたものが、えー、仮にね、えー、300円の稲荷寿司だったんであれば一 何釈放でもいいいんじゃゃねねっって元つは思っちゃいましたけど、ねまあ、そこ金額の問題ではないのかもしれないですけど3日間もう流しておくほどのことなのかって思っちゃいますね5人逮捕された女性はこんなにひどいことはないです警察は謝ってくれましたが私は心に深く傷を負いましたということで、まあ、謝っただけで終わってるみたいですね ABC テレビは稲荷寿司を手渡したとみられる男性にも取材をしましたが男性は「もういいです」「インタビューに応じられんね」とだけ話しましたと。 <laughs> まあ、いろいろ言い分あると思いますけど、この男性も結構ややこしいことしちゃってると思いますけどね、店内で、えー、まあ、おそらく買ったものであるいなり寿司を渡したってことでしょまあ、それはちょっと怪しいというか、普通やらないよね、スーパーの中で店内でね、えー、いなり寿司をあげるっていうことは。 まとはいえ、今回のその在庫数だとか、調べりゃすぐ分かるような、そんな内容になってるんで、さすがに3日交流はやりすぎだーっていうことで、ネットで炎上しちゃってるわけなんですよね、えー。いろいろ意見見ていくんですけど、店舗のいなり寿司、在庫数確認に3日もかかるわけがないだろうって、あまりにも異様だって、この国の取り調べはとても近代のものではないっていうふうに言われてたりしますね。まあ、少なくとも、1日、その営業が終わった後には分かりますよね。3日は意味が分かんねえ とか他には5人逮捕まではまだあるかもしれないけど釈放に3日かかるのが意味わからないって知人に確認して防犯カメラ見るのにそんなに時間かかるのかって1日で終わるよねって普通1日ぐらいで終わる3日交留ってどういうことっていうのが言われてたりスーパーから数百円のいなり寿司を盗んだと老人を逮捕しかも5人逮捕だった日本の警察はどうなってるんだっていうことであまりにも雑なね調べ方してんじゃねえのかっていうに ふうにね言われてたり他には警察から認めれば遮光すると何度も言われたはずそれでも3日半も屈しなかったこの女性はすごいぞっていうことでお前やったんだろうって早く認めればすぐ遮光できるぞみたいなことを言われたんじゃねって言われてますねまあ確かにそういう可能性はありますよね自分だったら心が折れて盗んだと嘘をついてしまったかも店舗内の防犯カメラや在庫数も確認せず店員の証言だけで逮捕したんかっていい加減な仕事してるな っていうことでね、まあ、ここをまず確認しろよってなっちゃいますけどね客観的な証拠とか他には「まだいなり寿司万引き疑いでの誤認逮捕事件話題になってるね」って「そりゃそうですよね」って「明日は我が身やってないことでも疑われたら300円のいなり寿司の万引き疑惑で3日も交留されちゃうなんて恐怖でしかない」ってば確かにそうだよね。 やってもないっていうような内容で3日拘留されるんだよ。えしかも、ごめんで釈放して終わり、勘違いで通報した店も同罪よって、ごめんじゃ済まないぞーっていうふうにね、スーパーと警察ふざけんなーっていうようなね、意見があったりしますね。とか、他には、えー、こちらね、身柄拘束しておいて3日間何してたんだーっていうふうにね、言われてますね。いや、ほんとそうだよね。3日間何してたの警察はーっていうふうにね、言われてたりします。 まあこうした炎上のせいで、ネット上ではね、逆にこのスーパーや警察官を特定しようっていう動きがあるわけなんですよね。まあ、そして嫌がらせみたいな話も出てきたりしてるんですけど、えー、例えばこんな感じでね、晒し上げるほどじゃないと思うけどね、まずは本人への謝罪と原因の追及、再発防止なんじゃないかな。 何度も誤認逮捕するとか本人の資質によるようであれば別だしということで、まあ、こんな感じでね74歳のおばあさんを誤認逮捕した大見八幡章今後の予防のために警察官の名前を晒し上げます反省しなさーいということで晒し上げられてる警察官の名前が当たってたりするんですよねこれありすぎじゃねーっていうのが言われてたり他にもこんな感じで確認もろくにせず誤認逮捕するスーパーが無事に特定されてしまうということで、まあ、さっきの記事の写真 写真からここだろうっていうのが特定されてその口コミとかがね荒らされたりしてるわけなんですよねまあ、スーパーも特定されて嫌がらせ受けてるっていうことなんですけどまあ一番は警察の捜査の仕方だと元三は思ってるんで まあ、ここのの管轄近江八幡署になるのかなるか、まあ、そこに批判殺到するっていうのはわかるんですけどスーパーを、まあ、これ叩くのはちょっと違うかなと思います、まあ、スーパーとしてもいなり寿司を持ってたおいお前万引きしたんじゃねえのかと疑いをするのは当たり前であったりだとかその後で調べとかが進むっていうのは、まあ、警察の動きになるわけなんで。 まあ、スーパーがその商品を持ってるおばあちゃんを、まあ、警察に連絡するまではしょうがないかなと元光は思いますけどね、まあ、このおばあちゃんも店内で稲荷寿司をもらうというややこしいことをやっちゃった落ち度はあると思うんでこれはしょうがないかなと思いますただ3 日間交流はやりすぎだろっていう話ですよねということで、今回のお話は以上です。皆さんの意見もね、ぜひお聞かせいただけたらなと思います。元つのチャンネルでは、時事ニュース系のことを話していきますので、いいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。